思ったより遅かったわね。ってお前な。どうして俺たちが来るの読んでやがるんだ。今回の動力停止現象はあの浮遊都市が原因でしょ。直接手出し不可能となれば各地の様子を確かめるくらいしかできることはないはずだから。確かにそうね。相変わらず頼もしい女だぜ。とりあえずこちらの状況は想像している通りだと思うわ。リベール1、動力化が進んでいた町だけあって余計に混乱も大きかったみたい。マードック工房長が頑張ってくれているけれど市民の不安は収まっていないわね。そっか、工房長さん大丈夫かしら。何かお手伝いできればいいんですが。まあ話くらいは聞いてあげるといいでしょう。それともう一つの問題はカルデア水道よ。照明が消えてしまったために通行が困難になってしまったの。うん、私たちもそこを通ってツァイスに来たんだけど。確かに視界が狭くてかなり危険な状況でした。あとはそうね、エルモのポンプ装置が止まって温泉に入れなくなったと聞いたわ。そうなんだ。マオさんもさぞかし気落ちしているでしょうね。そんなところかしら。さて今度はそちらの話を聞かせてもらいましょうか。グレンの塔で別れた後一体どんなことが起こったの。ああ実はな、なるほど、やはりあれが輝くわ。おそらく彼らに塔を奪われた時この事態は決定していたのでしょうね。ああだろうな。そう考えると塔に向かったのは無駄足だったってことか。さすがにへこんじゃうわね。過ぎたことを後悔しても意味はない。塔に行ったことで新たに見えてきた事実も結構あるみたいじゃない。大切なのはそこから何を見出して未来に生かせるかよ。キリカさん。というわけで早速通信機を直してもらえるかしら。より良い未来を導くためにもね。いい話をしてたんだからそんな風に繋げるなよ。わかった。それじゃあ早速。これで完了です。さすがラッセル博士、いい仕事をしてくれたわね。あなたたちもご苦労様。さすがに助かってしまうわ。どういたしまして。なんだよ、ずいぶんと素直じゃないか。それは心外ね。
私ほど素直な女はそうはいないと思うけど。素直っていうより遠慮がないだけだろうが。まあいい、これで全ての地方支部の通信、各地の状況と合わせて任務の報告をさせてもらうぞ。お疲れ様。これでようやく迅速な対応ができそうだわ。他に手伝うことはあるか？レーストン要塞が近くにあるから治安の方はそれほど問題ないけど、あと余裕があったら中央工房やエルモの様子を確かめておくといいでしょうね。何か困っているかもしれないし。うん、分かったわ。心に留めておきます。こちら遊撃士協会。ああ、あなただったの。こちらも今しがた治ったばかりでね。ええ、そうよ。ちょうど目の前にいるわ。私たち？どうやら話がありそうだね。うん。わかったわ。本人たちに伝えておくわね。こちらの状況についてはまた後で連絡させてもらうわ。そうね、お互い頑張るしかない。キリカ、どこからの連絡なん？オート支部のエルナンさんよ。何でもアリシア陛下があなたたちに話があるらしいわ。グランセルに寄ったら王女を訪ねてほしいですって。女王様が？そりゃ驚きだな。一体何の話なんだ？詳しくは聞いていないわ。ただ動力通信では話しにくい内容みたいね。通信では話しにくいこと。そっか、動力通信だと傍受される危険があるから。どうやら機密性の。ただ今すぐ来てほしいというわけではないみたい。オートに立ち寄ったらでいいそうよ。そっか、檻を見て訪ねてみるさ。戦闘終了。
を洗って出直してきた。相手が悪かったな。相手が悪かったな。顔を洗って出直してきた。相手が悪かったな。
Thank you.
相手が悪かったな。
まだ負けられない。これぞ勝利の美酒ってやつだな。相手が悪かったな。
しぶり、マオバーさん。いや、エステルたち、よく来てくれたね。おや、そこにいるのは。ご無沙汰しています。見た顔だと思ったら、やっぱりヨシュアかい。揃ってくるのはずいぶん久しぶりじゃないか。あいにく風呂は使えないけど、ゆっくりしていっておくれ。料理屋なんかは普段通り出してるからさ。ねえ、マオバーさん、何か私たちにお手伝いできることってない？そう、兵隊さんが定期的に巡回に来てくれてるから、あえて言うなら、なんとか温泉に入れるようにしたいところだが、はあ、あんたたちに言ったって。でもせっかくだし、ちょっと任せてみる気はない？遊撃士ならではの解決ができるかもしれないし。エステル、おお、そりゃまたどういうこと？まずはポンプ室の鍵を貸してくれると助かるかな。ああ、そりゃ別にいいが。みんな、せっかくだからポンプ装置の様子を見てみない？何か思いつくことがあるかもしれないし。なるほど、そういうことか。たく、しゃあねえな。ま、とにかく様子を確かめてみるか。それじゃあ決まりね。ポンプ小屋に行ってみましょう。完全に止まっちゃってるみ、旧式の装置とはいえオーブメント駆動だからね。動力停止現象の影響を受けずにはいられなかったみたいだ。でもポンプ装置って結局あそこの源泉からお風呂までおい、なんとか他にも方法がありそうな気がするんだけど。さすがに桶で汲んで運んでくるわけにもいかんしな。やはりなんとかしてこの装置を動かすしかなさそう。そういや、ゼロ力場発生器はこいつには通ちょっと難しいかもしれません。博士の話では両手で持てるくらいのオーブメントに限定されるそうですから。そうだったな。何かいい手はないのかしら。村の広場、あれが動いてくれないと何かいい手が。
村のあれが動いてくれないとこっちも商売上がったりさ。何かいい。仲間を呼び、了解よ。ポンプ小屋はあれが動いてくれないと何かいい手が。なんとかしてポンプを動かせればいいんだけど。ゼロ力場発生器が使えればよかったんだけど。ティータ、どうしたの？
まさかゼロ力場発生器を使うのかい？そうじゃないよ。お兄ちゃんも覚えてるでしょ、内燃機関のこと。内燃機関って前に工作機械を動かした？うん、ポンプ装置は工作機械と同じで、複雑オーブメントで動かしていた部分を内燃機関で動かすことができれば。なるほど。それは盲点だったね。それでその内燃機関はどこに置いてあるんだ？確か発着場に保管されたって聞きました。整備長さんに聞けばわかると思います。発着場にいるグスタフ整備長ね。そういえば内燃機関を動かすには燃料が必要じゃなかったっけ？ガソリンのことだね。前の時みたいに中央工房の地下で聞いてみるといいかもしれない。戦闘終了。先に。先に進もう。エステルたちじゃねえか。整備長さん、お久しぶり。ご無沙汰しています。ああ、その顔はヨシアだな。なんだかずいぶん久しぶりに会った気がするぜ。まあちょっといろいろとあったからね。で、整備長さんの方も今は大変なんじゃないの？なんだか騒動があったそうですけど。異常が発生した当初はそりゃ大変だったぜ。まあやっと町の方も。そうですか。とりあえず混乱からは出したよ。ああ、それはともかく、何か用事できたんじゃねえのか？はい、実は。なるほど、いいところに目つけやがったな。どうせ単純な機械を動かすしか役に立たない代物だから持っていけと言いたいところだが。何か問題でもあるのかい？それがな、間の悪いことにまた王国軍に貸しちまっていたところだったんだ。この前アルセイユのエンジンを乾燥した時にな。そうなんだ。じゃあレイストン要塞に保管してあるんですか？まあそうだと思うぜ。すまねえが持っていくんならそっちに問い合わせてもらえる。何しろこんな状況じゃ通信機で連絡もできねえしよう。ん、わかったわ。こちらの方でレイストン要塞と連絡を取ってみます。
きの連絡だけど、オートに立ち、あら、何かあったのかしら。うん、実はね。それはまた、要塞の通信機も直ってると思うし、早速問い合わせてみましょうか。もしもし、こちら遊撃士協会採取支部ですが。そう、なるほど、事情は分かりました。そのように伝えておきます。結論から言うと、内燃機関は要塞にないそうよ。どういうことですか。ちょうど中央工房に返還するために警備艇の一隻に積み込まれたらしいの。その警備艇が動力停止現象でトラット平原に緊急着陸したらしいわ。なるほど、そういうことか。それじゃあ、その警備艇にいる兵士さんに。そうなるわ。警備艇はトラット平原のどこかに着陸してるはずだから、探してみるといいわ。おや、君たちは。私たち遊撃士協会の者なんだけど。そうか、あの騒動ですっかり忘れてしまっていたよ。確かに、その内燃機関ならカーゴスペースに保管してある。リノ、手伝ってくれ。アイサー。いや、待たせたな。うん、確かに受け。お手数をおかけしました。何、こちらこそわざわざ取りに来てもらって申し訳ないくらいだ。しかし、この危機的状況で温泉に入れるようにする。やはり遊撃士というのは我々とは行動基準が違うらしい。うん、すみません、この大変な時に。いや、別に皮肉を言ったつもりはないんだ。我々にとって動力兵器が使えないというのはひどく不安を誘う状況でね。いかに敵に対処すればいいのか、そんなことばかり考えていたが、少しは君たちの余裕を見習うべきなのかもしれないな。私たちはその好きでやってるだけだし。実際俺たちも何をすべきか迷っているところだ。お互い手探りをしながら見極めていくしかないだろう。ああ、そうだな。しかし、こんな状況だからこそ心のゆとりは大切かもしれない。エルモ温泉の復活、ぜひとも頑張ってくれたまえ。うん、任せといて。さてと、これで内燃機関、あとはガソリンだけど。前の時みたいに中央工房の地下に保管してあるか、まずはそちらを確かめてみよう。うん、了解。
用事でもあるのかい？うん、実はね。はあ、そりゃ大変だね。エルモの温泉はよく行くし、なんとかしてあげたいけど、ちょうど間の悪いことに備蓄を切らしているんだよ。そ、困っちゃったわね。誰かいるのかね？あ、工房長さん。ティータ君、それにエステル君たちか。地下の方から声がするから一体どうしたのかと思ったが、また何か事件が起こったのかね。なるほど。しかしガソリンといえば、1ヶ月ほど前に共和国方面に注文した覚えがあるんだが。本当？1ヶ月といえば届いていてもおかしくないですね。でも工房長、僕のところには届いていないですよ。いや待てよ、急ぐ必要もなさそうだから海上便で注文した覚えがある。つまり飛行船ではなく普通の船を使ったわけですな。ああ、そういうことだ。そうなるとちょうど今頃届くくらいの計算になるから、もうひょっとしたらルーアンで荷下ろしされたままになっているのかもしれない。なるほど。動力停止現象のせいで流通が麻痺していますからね。ということはルーアンの波止場に行けば手に入るのね。うん、その可能性は高いだろう。ちょっと待っててくれ。その紹介状をルーアンの波止場の担当者に渡すといい。もしガソリンが届いていたら君たちに渡すよう頼んである。ありがとう、コウ。すみません、わざわざ。なーに、博士ほどじゃないが、ザイス地方は。先に進もう。
何かご用かな。はい、少しよろ。うん、公安区の責任者は確かにこの私だが、この件についてはハーグに聞いてもらった方がいいな。ハーグさん？ああ、うちの港で荷さばきを担当してる男でね、この堤防の奥の方にいるはずさ。了解。早速行ってご協力。ああ、気をつけて。ちょっといい？あ？なん？ガソリン。おお、サイスに送ろうとした矢先にこんなことになっちゃったから倉庫で保管したままだけど。やった！早速引き取らせてもらっても。別にいいけど、全部持ち運ぶのはさすがに無理だと思うけどな。そうだな、とりあえず俺たちが持ち運べる分だけでいいさ。とりあえずこんなところか。はい、それだけあればしばらくは持つと思います。まあ、この程度なら軽いだろう。さてと、また必要になったらいつ。まあ、その前にこ、うん、お手数をおかけしました。さてと、これで早速エルモに戻ってポンプ装置の、うん、
さて材料は揃ったし、早速ポンプ装置の改造を始めちゃうね。あ、うん。それはそうと、やっぱり手伝いはいらなかったりする？それじゃあ改造の使用図を用意したから、その通りにパーツを分けてくれる？オッケー。そのくらいだったら僕たちにもできそうだね。うん、俺も手伝わせてもらうか。よいしょ。うん、これで完成だよ。やった。ご苦労様。毎度のことながら見事な腕前だな。まだ動くかどうか分かりませんけど、早速テストしてみますね。おお、ポンプ装置のローターが回り始めたみたいだね。まさか本当にポンプを動かしちまうとはね。ありがとうよ。これでみんなに思う存分風呂に入ってもらえるってもんだ。お役に立てたみたいでよかったわ。ま、9割くらいはティータのおかげなんだけど。そんなことないよ。お姉ちゃんたちが必要なものを探して運んでくれたから改造することができたんだし。しかし今回はあちこちを行ったり来たりさせられたな。これも動力停止現象の弊害だな。そうですね。テクノロジーの機能不全は、それに立脚した社会に対して深刻な影響。このままだと事態は悪化する一方かもしれません。ヨシュアお兄ちゃん、まあそんなに悲観的になることもないわ。動力が止まってたって、こうしてポンプも動かせたんだし、人間やろうと思えば何だってできるんじゃないの？エステル。とにかく今回早速一番風呂に入って旅の疲れ。そうだ、風呂上がり。相変わらず忙しく走りで、もうで、まずは正式に報告をしなくちゃね。では報告させてもらいます。思ったより大変だったみたいね。うん、この非常時にちょっと悠長な気はしたけど、でも困ってる人たちを見捨てるわけにいかないもの。ああ、そいつが遊撃士の精神だからな。正しい判断だったと思うぞ。教会規約第2項、民間人の保護の原則。その精神に鑑みればあなたたちの決断は正しいわ。堂々と胸を張るべき成果と言える。キリカさんにそう言われたらなんだか自信が出てきたわ。報告は以上です。ではすぐにこちらの支払いを受け、報酬を。ええ、お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。よう、どうした？メンツを入れ替えるのか？行くぞ！任せろ！
あれ、これってなんだ、飛行船のエンジン音じゃないか。ちょっと待って、この状況で飛べる飛行船ってこと、あれだ。結社の飛行艇、どうしてこんなところ。まずい、あの方向はオートだ。冗談じゃねえ、とっとと追いかけるぞ。それでは始めるとしようか。たく、牽制がいればちった楽しめたもの。銃が撃てない兵士なんざ肩慣らしにもならねえぜ。いいじゃない、デクノボーさんたちを倒しながら歩いていくのも楽しいと思うわ。ではパテルマテルは呼ばないようにしておきなさい。みんなあっという間に逃げてしまうでしょうから。あら、つまらないわね。せっかくあの綺麗なお城を粉々にできると思ったのに。壊れゆく美か。それもまた悪くなさそうだ。貴様らは見食らう蛇。おのれ、この状況で飛行艇を使うとは。お初にお目にかかる。我が名は怪盗紳士ブルブラン。野生狼バル、せいぜいあがいてもらうぜ。幻惑の鈴ルシオラ、短い間ではあるけどどう。殲滅天使、みんなどんな声で泣いてくれるのかしら。名乗りとは悠長なことを。総員構え、突花は散ってこそ花。旋風よ、砕き散らしなさい。オウム、笠風魔の舞。ガキどもがいきなりやがって。いいだろう、死ね。所詮この世は夢幻。くっ、君にふさわしい最後を送ろう。さあ、美しく散るの。さらばだ。
だ子供が。もうちょっともろすぎるわ贅沢は言わないの。まあ女王陛下の親衛隊ならば、うん、そう願いたいものだなさて、これよりグランセル城に向かう。諸君は予定通りグランセル市街を制圧せよ。よした方が良さそうだ。その必要はない。大丈夫？あんたたちは勇気。今しがた結社の執行者どもが、どうやら狙いはグランセル城にあるらしい。やはりその他の敵部隊は市街を制圧している。頼む、待つと城を。エッセル、うん、兵士さんたちには悪いけど